ラーンサーン王朝は、メコン川中流域に14世紀から18世紀にかけて展開した歴史上の王朝。シップソーンパーンナー、ラーンナー等と並ぶ産地大人による無案の一つであり、ラーオ族古来の政治制度と上座部仏教を統合した王権思想により統治されていた。世界遺産となっているルアンパバーンの町などでは、この王国で流星した。 仏教文化に触れることができる。ラーンサーン王国とは、百万頭の像の王国という意味である。ラーンサーン王朝は、現在のラオス領をほぼ覆う領域を支配していたことから、ラオス人にとってはアイデンティティの支柱となっており、ラーンサーンは、ラオスの美名として使われることがある。セーターティラーと王座像とタートルアン王朝の歴史は、 統一ランサーン時代と三国時代に分けられる。王朝は、ファラグム王によって14世紀に成立し、支配領域をメコン川流域から、コーラート大地にまで広げた。16世紀後半のセーターティラート王の時代に、タウング王朝の信仰を受け、首都をビエンチャンに移したが、最終的にはビルマに占領された。その後、王朝は17世紀初頭に、ビルマの支配を克服し、 スリニア・ウォンサーが王の時代には、神ザブ仏教をはじめとする文化、文芸の流世期を迎えた。明朝明朝末期の混乱期の1640年頃、ホワイトタイの複数のムアンが、ラーンサーンの東に、シップソーオン主体を建国した。1694年に、スリニア・ウォンサーが死去すると、王朝は、恩意継承をめぐって、内紛状態となり、 多い継承者が統治するルアンパバーン王国、ビエンチャン王国、チャンパーサック王国の三国、及びシエンクアーン王国の四つに分裂した。これらの諸王朝は対立、構想を繰り返しながら徐々に弱体化し、1779年に三国がトンブリー王朝の創始下に入ることで、ラーンサーン王家の独立は終焉した。なお、ルアンパバーン王国、及び ビゲンチャン王国はいずれもラーンサーンの名を継承する王朝として存続しており、1949年のラオス独立時にはルアンパバーンの王がラオス王国の国王として即位することとなる。ラーンサーン王朝時代に作られた仏像仏歴と西歴のズレを修正していません。プラス543年が正しい年代です。以後の歴代国王については、 関連項目欄の三国時代の諸国にあるリンク先を参照のこと。タイの研究者の間ではラーンチャーンと呼ばれることもある。王国100万増ありがとうございます。